君が今日付けで着任した新人だな。ここは何もない僻地だ。まあリラックスしてくれ。俺からは以上だ。あとは彼女に任せてやれ。マリア。何が彼女に任せてあるですか。せめて自分で名乗ってください、護道隊長。見たか、名乗る必要なかっただろ。もういいです、あとは私がやりますから念願の再会だ。邪魔者は消えるさ。もうめんどくさがってちゃんとやらないんだから。改めてフェンリルヒマラヤ支部へようこそ。歓迎するわ。3年ぶりになるね。あなたも無事ゴッドイーターになれてよかった。私のただ一人生き残ってくれた弟。早速だけど事情説明とあなたの能力査定を兼ねて私の任務に同行してもらってもいい？ここの周辺一帯の状況は説明するよりも実際に見てもらった方が理解が早いわ。護道隊長が言っていた通り、ここは僻地で危険レベルが低いのだけど、その分人員も最小限しか配備されていないから深刻な人手不足なの。単独行動も多くなるから生きていくには個の力が問われる。あなたなら大丈夫よ、私もついているから。ねえ、あなたの正面の壁なんだけど、上を見て確認してくれる？フェンリルのエンブレム？どういうことなのかしら。詳しく調べる必要がありそうね。近くに通路が見えるでしょ？そこを進んでみましょう。レーダーに荒髪の反応があるわね。人機の準備はいい？ドレッドパイク、小型種の荒髪ね。人機で攻撃して。ヘビーアタックで倒して。今のはヘビーアタックよ。覚えた？また段差ね。ジャンプで登って。こんなところにオーガテイル。さっきのより強いけど倒して。落ち着いて、一体ずつ倒すのよ。はい。
倒した荒神を捕食しましょう。ヘビーアタックを押し続けると陣気の形状が変わって捕食できるわ。そう、それが捕食よ。捕食すると素材が手に入るから、荒神を倒したら必ず捕食してね。その通路を進んでいけば合流できるわ。間違って逆方向に進まないようにね。問題なかったわね。もう少し調査をしてみましょう。ん？ねえ、何か聞こえなかった？あらがみ！攻撃可能。目覚めたか。気分はどうだ。まあ落ち着け。状況から説明する。ここはヒマラヤ支部。君とマリアは任務で出撃し、帰還予定時刻を超えても戻らなかった。俺は君を現地で発見し回収して戻ったが、あの場で何があった？陣気を食われたのか。しかし怖いもの知らずだな君は。自分のものではない陣気を使うのは自殺行為だ。博打にもなる。マリアは陣気に捕食されたというのか。君がその陣気に適合できたというのも謎だ。そうだな、不明な点も多いが、生き残ったことだけは褒めて。マリアは現時点では失踪ということになる。そう言うだろうと思っていたよ。よし、カリーナ、ちょっといいか。はーい。あ、はじめまして、
リーナ・リライ、22歳です。子供じゃないですよ。しばらく彼の相手をしていてくれ。5分で戻る。かしこまりました。五道隊長はヒゲのおじさんですけど、仕事は早いんですよ。ヒマラヤ支部で一番頼りになるゴッドイーターなんです。ただ彼にも困ったとこがあって。戻ったぞ。早っ。出かける準備をしてくれ。俺と君で一仕事。どこで何をしてきたのかって、ちょっとした小細工さ。本来人気を失った君はゴッドイーターとして支部の外には出られない。その怪しい人気はフェンリルの正規品ではないから、そこを特例として外に出られるよう支部長に話をつけてきた。交渉内容は秘密だ。それに君の持ち帰った人機が正常に動作するか調べる必要もある。個人的な興味も含めてだがね。基本的な人機の使い方は覚えたな。今回はコンボ捕食を試してみるか。捕食が成功するとゴッドイーターはバースト状態になる。バースト状態になると飛躍的に戦闘能力が向上する。バースト状態は一定時間で解除されるが捕食で延長可能だ。いただこう。はい。聞こえますか？やはり君も人気も大丈夫そうだな。適合できていると見て間違いなさそうだな。
マリアが生存していると思われる痕跡は発見できなかったな。何？また声を聞いただと。姿も見えた気がする。それを幻覚、幻聴だと決めつけるのはたやすい。うん、そうだ。支部に戻ったら、その陣気を少し見せてもらってもいいか。すまんな。支部に戻るか。マリアの声が聞こえたですか。それにしても五道さん遅いですね。人気のチェックにしては時間がかかりすぎているような。待たせたな。君の人気はただの第二世代型とは違うようだ。この部分を見ればどうやら人気本体に通常のものとは違う箇所があるようなんだが、いじれるか。特に異常は感じられないか。わかった。マリアのことも含め、よくよく調べる必要があるな。調べるって言いますけど、五道さん、彼は正規の人気を失ったのですから、隊員資格を失効しているのでは？そうか。じゃあ一小細工してくる。5分待っててくれ。小細工ですか。何を企んでるのか大体察しはつきますけど、ヒマラヤ支部はずっと戦力不足ですから、そのための交渉ですよ。あ、違いますよ。そういう意味ではなくて、マリアのこと。あのね、私も信じたいと思っているんです。どんな小さな可能性でも、それがある限りは信じるつもりです。危険レベルが低いと言っても、このヒマラヤで命を落としたゴッドイーターは決して少なくありません。私はオペレーターとして何人もその最後を見てきました。本当に本当の命に尽きる瞬間は。だっ、戻ったぞ。はやっ。元の人気を回収してきたから、それを使わせると支部長に言っておいた。まあ嘘だな。ただでさえやっと極東から回してもらった隊員だ。人気が変わったぐらいで無駄飯ぐらいにするわけにはいかんよな。支部長を騙してきたんですか。君は予定通り隊長である俺の指揮下に入る。頼むぞ。いろいろありましたけど、よろしくお願いしますね。五道さんの隊だと仕事が 1.5 倍くらいになりますけど。おいおい、俺はそんなに働いてないぞ。だから隊員の仕事が増えるんじゃないですか。仕事が早いからって追加してくる連中が悪い。人手不足なんだから仕方ないでしょ。もういい返事だ。カリーナ、仕事の説明をしておいてくれ。わかりました。ではついてきてください。
いただこう。人気ってのはな、生き物なんだよ。合成でいいんだな。できたぞ。おう、また来い。いただこう。今日も頑張りましょう。こちらを受け取ってください。